えー、こんにちは、の久保です今回はね銀河優伝説の、まあ、新作といいますかねノイエ編というのがあるんですよまあリメイク版っていうやつですよねだいたいリメイクを作るとケチをつける人が多いのはまあリメイクの前のね作品にものすごく愛着がある引いて言えば原作がものすごく好きな人がまあアリューが出てきたなみたいな感じでねまあ自分の厳しい目を是非ね見てくれみたいな感じで。 選別していいくんだと思いますけどもまあけど私はね一つの作品からさまざまな解釈が生まれてきたりとか言ってみれば別作品みたいに伸びていくことってまさにアニメの魅力だと思うんですよ。ね、例えばね「ジャングル大帝」っていう作品があります手塚治虫さんのものですけどもあの原作って途中で紛失してるんですよ。で泣く泣く手塚治虫さんはまた作り直したらしいんですけどももともとのストーリーとは全く違ったものになっていて。 で元の作品の方が手塚治虫さんは愛着があったらしいんですけども時間が経って考え直してみたらこういう風なストーリーもあるよねって感じで書いてくださってるってことをどっかでね告白してたそんな後書きがあったんですけどもまあそれにかかわらず手塚治虫さんは何か知んないけど自分の作品なのになんか作り直したりとかね結構多いわけですよね。あの なんですかね、週刊誌では書いていたんだけども単行本にする時にほとんどすげえ書いてしまったみたいなことがあったりとかね。で銀河優伝説にかかわらず宇宙戦艦マトも同じようなペースで今リメイクが進んでますけどもでも宇宙戦艦大との2199とかね、えー、2202ですかそれから3199みたいなのも最近は始まるみたいですけどもそれはね、まあ、前回私が昭和の時代に見ていた宇宙戦艦マトとだいぶ解釈が変わってきて。 言っててみれれば当時の味は失われてますよでも当時のスタッフが今のインターネットのテクノロジーやパソコンのそんないろんなテクニックを使えるとしたらこういうふうな表現したんじゃないかなっていうところとか当時のセルが手書きの連続の中でよくここまで表現したなっていう部分とかをね今のテクノロジーが発達したアニメーションの技術でもって忠実に再現したりあえてそこを使わなかったりとかっていうのね。 まあ別作品に仕上がってると思ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。まさにアニメの楽しみ方っていうのは見た人の解釈が分かれることによって完成すると私は思うんですよね。これは実は岡田敏夫さんも同じようなことを言ってました。アニメっていうのは作った時は完成じゃなくてそれを見た人が様々な解釈をするから完成するんだよみたいなことをね言ってましたけどもね。正確には忘れましたけども。で今回ね、銀河英雄伝説の おプロモーション動画を見て私もコメントをさせていただいたんですけどもあ,のある方がねその監視者っていう方がねなんかねコメントをされてるのがちょっとね今回、えー、私の目に留まりましたのでこの動画にさせてもらったんですよ、うん、そのコメントってのがね「野家銀英伝ただ版銀英伝の原作の解釈違いでは済まない解悪部分について銀英伝のベテランファンの女性が分かりやすく論理的に解説してる動画を是非ご覧になってください」 っていう風に言ってるんですよね。この方は要するに、自分の考えではなくって、こんな考えの人がいるよっていう風に、自分の意見ではないっていう風なリスクヘッジ、つまり自分に責任が及ばないようにして、今回、アワガエルで検索してみてくださいみたいなね、アワガエルさんの感想が正しいんだよってことを言ってるわけなんですよ。いやでもね、どの会社が正しかろうが、自分が受けた感動とか、喜びとか、それから矛盾には、もう立ち入れないと思うんですよ。 100人の視聴者がいたらじゃあ一通りの解釈で見ない人はファンじゃないんですかっていう話になりますよねうんだから私はね別に、まあ、こういう考えの方がいてもいいんじゃないかなと思って尊重はしますけどもこの監視者って方は別の考えを全く尊重するつもりがないというふうにここでお話しださってるんですよね。で是非ご覧になってくださいって言いますけども別に私検索しませんのですいませんけども人の考えにはあんまり興味がないですよね。 自分が面白かった、感動した、次も見たいなと思えば、それが全てじゃないですか。別の人が別の意見を持ってるからといってね、まあそこに共感することはあっても、お前の解釈は違うよっていうふうなのは、甚 <laughs> だ余計な嘘だと思いますので、私とはまあ考え方が合わないかなと。うん、別の解釈、別の宇宙ってのがそこにあるんだなと思いまして、えー、私が銀英伝を見るときにね、別の宇宙を見てる人がいるのも、それは大いに結構なことだと思うんですよ。 うん、でも別の解釈が気に入らないっていう風なねうんなんかすごいロシアみたいな人もいるんだなという風うな <laughs> ことで今日のね感想動画を終わらせてもらおうと思います。ね。踏みにじっているかかはよくわかります踏みにじってい,るっていういうに解釈するところがね私はねもう侵略国家だなみたいに感じますけどねあのわざわざ踏みにじるようなことはしませんよ。 ね、原作を読んで自分だったらこう表現するのになっていう風に考えて原作者の田中良樹さんもじゃあこれで出しましょうって認めてるわけですからなんかねこの細かい人がねわちゃわちゃ言うのはあんまり私は目に留まんないですよね同じように「ジョジョの奇妙な冒険も」も、あのー、アニメ化したりねそれから実写版になったりするじゃないですか酷評ですよやっぱり特に実写版の方はうんあと「明日のジョーも」も やっぱり実写版になったりしますよねこれも国評ですよでも男塾の実写版にしても何にしても原作者の方がそれで行きましょうって言ってるところになんかねこれはなんか原作の良さを踏みにじってますよっていう風に原作者が認めてるものを原作者でもない人がおかしな解釈を持ってくることの方がなんか踏みにじってるんじゃないかなと思いますけどねまあいろんな解釈があって私はいいと思いますんで誰一人その解釈に 私はね、土足で踏み入るつもりはありませんのでそれぞれの楽しみ方をすればいいんじゃないですか、うん、そうですね昔聖書っていうのがありましたよね今でも聖書ってありますけども聖書そのものもいろんな解釈によっていろんな宗教に分かれるじゃないですかでそれぞれその宗教がいいなと思った人はそれぞれの違う世界で幸せなんでそれが交わってねお互いにお前の解釈が違うんだっていう風に宗教戦争にならない限りはみんな平和で幸せなんじゃないですかアニメも同じで 原作はあってそこから発生したいろんな方面に会社が分かれていってそれぞれ愛入れないんだったら愛入れなければいい話であってね別々の宇宙で楽しみましょうってことだと私は思いますいっし